こんにちは、アイフォーツイマタです。本日は、2023年1月12日です。ルイグレスメッシュの英語版ができてきましたので、こちらの動作確認の方をしていきたいと思います。それでは、最初に立ち上げのところからこちらです。この辺はまだ英語化してないんですが、これは英語に書き換えればいいだけなので、とりあえず良しとして、こちらの方ですね、今英語版に設定してありますので、そちらを起動していきます。全部が全部英語になったわけではないんですが、基本的なところが英語になっているので、あとは、日本語のところをですね、英語に書き換えれば済むんではないかなと、思っています。起動がちょっと遅いんですが、こちらは KL 版だから遅いのかなと思います。L ではなくて K の方はもうちょっと早いんじゃないかなと思います。ようやく今、ドスが立ち上がりました。こちらのマートは小さくしておいて、ようやく今来ましたね。これで、この辺が英語になっているんですが、こちらはそのまま。で、少し時間がかかりましたが、起動しました。で、ですね。デフォルトでいつものように4つほどスクリプトがついてきてるんですが、それに、さっき追加したんですが、消えちゃったな。セットスクリプトで5番目に、スフェリカルの E の A1 というのを、これ一応作りました。スクリプトの方がまだ日本語なんで、表示上日本語になっているところがありますけれども、ここだけちょっと英語で、適当に書き換えてみました。よいしょ。こちらですね。で、基本的にメニューの方はですね、英語にしていただいたので、英語でいけるかなと思っています。この辺ですよね。英語になっているメニューが一通り英語になっております。で、スクリプトの方も英語にしないとダメなんで、ちょっと英語に適当に書き換えてみたんですけども、もうちょっとちゃんとした英語にしないと多分ダメでしょう。あと、下のボタンなんですけど、下のボタンは、どうだっけな、ここのデザインオブフォームで、ここで幅とか高さ変えられるので文字が入るように設定するということですね。から、そもそも英語にセットするっていうのはこのイニシャルセットでここです。この辺がちょっとまだ中身が日本語だったりするんですけれど、ここですね。ここをイングリッシュかジャパニーズにする。で、再起動すると、英語版になったり日本語版になったりします。
ヘルプなんですけども、一応英語にしてくれてるのかなと思いきや、ちょっと英語になりきれてないところがあるかもしれないですね。全部が全部は、こういうところの画像なんかは日本語のままです。こういうところも日本語のままですね。まあ、かなり英語に書き換えてくれてはいるようですけども、この辺が文章がないですね。この辺まだ完成してないか。スクリプトの中身は、もともと日本語だったものをですね、こちらの、ここですね、コピーペーストっていうところのメニューの下のスクリプトを英語に変換っていうやつをやると、まあ、コマンドの部分に関しては英語になります。コメントとかは、もちろん日本語のままなんで、これは自分で書き換える必要があります。で、まあ、一応表に出るとこだけ英語に書き換えたものはこれです。で、一応ですね、試しにテストってして、で、実行ですね。まあ、英語版でも計算は実行できるということを、確認しました。で、とりあえず、まあ、本日の動画は以上ということで、ご視聴ありがとうございました。